しっかり挨拶しよう。そうやな、新年やし。もう2021年やな。そうやな。じゃあ挨拶しようか。そうやね。いくよ、せーの。新年明けましておめでとうございます。ちゃうな。こんな生ぬるい挨拶で誰が喜ぶ。こんな生ぬるい挨拶で2011年は切り開けへん。過去にタイムスリップする。おいおい、あ、まだアタックアタック流行ってる時代。そう、こんな生ぬるいので2021年が俺らの時代にできるとでも思ってる、うん、思ってない。じゃあ違うやん、うん、俺らの挨拶行こう。そうやな、もう一回行こう。いくよ、新年や。カメラどうなってんの。さあ始まりましたね、はい、ハッピーニューイヤーでございます。エイチビーエイですか。ハッピーバーイ、ハッピーバーイ。うわドアホ。はい、ということでね、はい、2021年ですよ。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ということで今日はですね、まあ新年にふさわしい企画をね、やっぱりみんなやってるやん、どうしようもない YouTuber たちが。どうしようもない YouTuber は新年とかクリスマスとかだったらこぞって旬なことしなあかんねん。そうやな。だから俺らもどうしようもない YouTuber。 悲しみの、まあここに、まあ、見えます通りね、門松をねしっかり置いてね、はい、やらせてもらっております。これちょっと見てほしいよな。うん、何かが足りん気がせえへん。ちょっと見せていきたいと思っていいですか。うん、門松とは。門松とはね、うん、はい、ということでね、うん、ハッピーニュージャンボ、ジャンボジャンボバナ。はい、ということでね、今回ね、この門松をね、使ってね、ちょっとあることをしていきたいんですけどね。うん、高松君にね、門松がどういう意味があるのかって知ってる人少ないと思うよ、近代日本では。なるほどね。ちょっと教えてもらっていい？これの本当の意味、教えましょう。とりあえず皆さん、こういう持ち方なんですよ、これ。間違ってるよ。こう持って、こうやって、よいしょ。ということでね、この門松、これはね、日本の文化ですか。そうですね、うん、ああ三大日本文化ってしてますか。まず一つ目がね、うん、これ門松ですよ。なるほど。二つ目がね、うん、あの競馬ですね。ああそうなんや。三つ目ね、何かと言いますとね、うん、これね、メタルなんですよ。ということでね、今日はね、これをね、メタル化していきたいと思うので、お楽しみください。ということでね、はい、門松をメタルにしていくと聞いたことないでしょ。ないな、これ初めてなんですよ。お、じゃあどうやったらメタルになるのと。皆さんね、この竹、なんか見覚えないですか。ちょっと見てもらいたいんですけど。ね、似たような形のもんあるんですよ。めっちゃ似てるやん。これとこれを、うん、交換すれば、これはもうメタルでしかないやん。なるほどね。そうで、うん、っていう企画です。やべえな、新年一発目からとんでもなくしょうもない企画やな。うん、でも俺らしょうもなかったことないやん。お、おそばいけおそばいな。どこそつくっけんないな。どこにある、どこにある。ケンブリッジ。タイトルコール行こうか。行こう。おじゃ、タイトルコール行きましょう。おい、門松をメタルにしてみたい。おい、どうしようもね。せーの、ファンスキルハッピーニューイヤー。おい。さあ、行くぞ。はい、ということでね、ということでね、とりあえずこのなんかいっぱいついてる飾りを一回取ろうか。見たことない門松分解してるやつ。イーグルが使ってんな。お、金センスよ、金センスや。ガガガガー。はい、ということでね、はい、門松のなんか
毛らしきもの門松の松を取り抜いたところでこの角をああそうやな、角を引っこ抜くしかないよな。そうやな、とりあえずということでね、はい、角の部分が取れました。これはどうする？これは視聴者プレゼントやな。どうしようか、新年やしな。そうやな、なんか一家に一台角っていうやん一家に一台角っていうことでね、視聴者プレゼントします。応募方法はね、俺んちにハガキ送ってくださいそっちに。うわ、ういじん、ういじん、きゅうしん、きゅうしん。これこういうことやかっこいいやん。かっこいいな。じゃあね、今からこの中なんですけど、飾り付けがね、全部まあ見てもらった通り発泡スチロールに突き刺して固定してたんですよ。なんでこの中ね、あの角抜いた時にね、中にある発泡スチロールがかなりばらけてしまったんで、これちょっともう一回再接続、まあまたの名をラグナロクと言うんですけどじゃあちょっとこれラグナロクしていこうかな。そうやな、こういうことやな。あ、そういうことや。ちょっとこれグルーガンで固定するんだけど、グルーガンで固定する前に、まあ、見てもらったら分かると思うんやけど、茶色なんですよ。あ、あ、全然色違うな。そう、さすがにちょっと門松も門松やから、いくらギタ松とはいえ、いくらギタ松とはいえ門松になるわけやからこいつを緑色に変えましょう、うん、なるほど、緑色に塗らなあかんねんな。そういうこと。じゃあ俺塗ってくるわ。あ、あ、いいね。はい、ということでね、こんな感じになりますだいぶネック松にやったな、うん、これをこういうことやな。うん、そういうこと。おぉ、ええやん。新年明けましておめでとうございまーすじゃあこれをくっつけていこう。俺らがやってることってさ、チョコ溶かしてチョコを作ってるみたいな。なチョコ溶かして中に砂みたいな入れてクエンチョコ作ってるだからバレンタインデーみたいなことやな。世のバレンタインの女性がやってることと一緒、俺らがやってること。あ、そういうことか。だからゴミ作ってるというかは、うん、女子になってるって世の中のさ、女の人はさ、売ってるチョコとかってさ、チョコ作ってるやん。そうやな。だから俺らもさ、売ってるギター解体してさ、ギター作ってるやん、うん、一緒やろ、やってること。そう、どこだいケンブリッジ女子ケンジョ出てんのお前。ああ、ケンジョ出てる。ケンジョ出てたんや、うん、そら賢いわよし、はい、こんな感じになりましたね。おー、いいやん、やば、もっと装飾してるだけやな。そうね、やってこあ、でもいいや、いいや。あ、なんか女子の気持ちわかるわ。お前程度なもんに分かってたまってるおお、いいやん。だって完成した。え、早っ。せーの、完成すごいな。ちょっと近くで見てもらおうかな。そうやな、音楽系 YouTuber としてはふさわしいよね、この。そうやなギタ、ギタ松ネックのお墓みたいやもんちょっと見てもらおうか。うん、まあ、買ってればいいんやよな、別におお、かっこいい。これのメーカーは、メーカーチャゲスチャゲス、チャゲアス、チャゲンダースか、チャゲスノートどういうこと、銀玉やんけまあこれね、今年2021年はずっとケンパーの上に置いときますんで。あ、そうやな、そうしようか。なんでそんな嘘つくの。悲しみの、じゃあね、固定カメラにしてね、みんなで最後終わろうか。そう、ね、うん、そうしようか。はい、ということでね、はい、ギタ松が完成しました。はい、今年もいい年にしましょうか。あ、これが守ってくれるから俺たちのこんなゴミがいやー、ゴミが良くなったよ、良いゴミになったあんなのさ、だってさ、置いといてもさ、どうしようもない。どうしようもないやん。どうしようもない。これ置いててみ、どうしようもないまあまあ気持ちの持ちようやからねそうやな、うん、じゃあね、これも完成して、はい、こいつをね、はい、まあ、俺らお守りにしてね皆様のお守りにもなりますしね、僕たちの健康と皆様のご健康をね願って、はい、皆さん、はい、今年もよろしくお願いします。地獄やな。
今日も、うん、いやまあでもなんか新年って感じの企画やな。今年もよろしくお願いしますっていつもとちゃうおうちやん。そうやな、いいと思う。そうやな、はい、さよなら今年も地獄が始まったよ